はい、こんにちは。こんばんは。まこきたさんです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。本日12月18日土曜日ということですが、寒いですね。大阪の方も今5度ということで、全然温度上がっていないんですけれども、土曜日ということで、カムカムエブリバディ、ストーリーは全く進捗していませんが、どうやら来週からですね、第2章大阪編がスタートするということで、今回はカムカムエブリバディ大阪編で出演が決まっています俳優さんのコメントですね。これをですね、 NHKPR 公式ホームページの記事より抜粋して紹介していけたらなと思います。その中でですね、浜田真理さんの職歴が今回演じられる役どころと非常に関係があるということで、面白いなと思って見ていました。はい、それではよろしくお願いします。はい、それではまず2代目ヒロイン木島るい役を演じる深津絵里さんについてコメントを全文紹介したいと思います。この作品でしか出会えないようなめちゃくちゃ素敵なキャストの皆さんと昭和30年代の大阪を一緒に生き抜いていくことができるなんて楽しみで楽しみで待ちきれません。大変な時代の中育ててくれた母のこと、ずっと見守ってくれた岡山のみんなの思いを胸に、藤本さんの素晴らしい脚本をきちんとお届けできるよう一生懸命努めさせていただきますというコメントでした。はい、ということで、脚本を担当された方が藤本幸さんということで、その脚本に忠実に演じさせていただきますとのコメントだったと思います。はい、ということで、ご存知のようにルイの父は木島みのるということで、戦死して、ルイは一度も会うことができなかった人物になります。そして母は木島靖子ということで、波乱万丈な人生を歩んだということになりますね。そしてずっと見守ってくれた岡山のみんなというところですが、おそらく父方の祖父母のことを言っているのかな。木島千吉や木島みどりは病気で現在は他界しておりますが、子供の頃は非常に可愛がってくれたということと、あとは、おじさんですね。はい、父みのるの弟イサムや、母安子の兄サンタですね。逆にサンタはちょっと足引っ張ってそうでちょっと怖いですよね。はい、ということで、この辺が、ルイの血のつながった肉親ということになってきます。はい、続いてですね、大月錠一郎、通称錠役を演じる小田切錠さんのコメントを抜粋して紹介します。大月はルイが働くクリーニング店の常連客で謎の多い男です。しかしながらルイのキーパーソンとなっていくということで、おそらくルイは大月と結婚してひなたを産むのではないかと思われます。脚本家の先生が、ぜひ小田切さんに演じてもらいたいと言っていますという、声かけだったようですね。生意気ながら僕もたまに脚本を書いたりしますが、希望する俳優の方に引き受けてもらえると、この上なく嬉しいですということで、ね、脚本家はその演じる方の俳優さんとかを決めるということが多いんですかね。はい、ということで、今回は役者としてなんですけれども、役者冥利に尽きる言葉をいただいたからには期待以上のお返しができるように全力を尽くすつもりですというコメントでした。はい、続いて、通称ベリー役を演じるのは、市川美香子さんです。ベリーはジャズ喫茶に通う女子大生ということで、ラジオに英語にジャズ、たくさんの良い音が聞こえてきそうなお話、人の生み出す音が聞いた人の心や人生に作用していくところが印象的でした。昭和30年代その時代の空気感の中に入ることがとても楽しみ、
ルイや時代とともにどう変化していくのか、心柔らかく撮影に参加できたらと思っていますというコメントを抜粋して読み上げました。はい、はい、続きまして、竹村クリーニング店店主竹村平助役を演じる村田武宏さんからのコメントです。かなり久しぶりの朝ドラ出演です。特に私の奥さんの浜田麻里さんは個性が爆発していらっしゃるので置いていかれないように頑張っていきます。浜田さんと夫婦をやるのは今回が2回目です。きっと主人公は相当波乱に満ちた人生を送るのだと思います。そんな中で我々夫婦が物語のオアシスのような存在になれたらいいなと思っていますというコメントでした。そんな平助の妻竹村和子役を演じるのは浜田麻里さんです。ということで竹村和子は平助の妻でクリーニング店を一緒に切り盛りする経営者でもあるということになります。実は私は女優になる前実家の父の営むクリーニング店で働いていました。これ笑いますよね。今回クリーニング店の妻ということで、そこまで見て採用キャスティングになったかどうかちょっとわからないですが、今台本のセリフの一つ一つにクリーニング屋さんあるあるを見つけてニヤニヤワクワクしています。故郷を離れて大阪で新しい人生を始めるるいちゃんを温かく見守る竹村夫婦役を村田さんと一緒に演じたいと思っていますというコメントでした。はい、通称トミーですね。ミュージシャンをやっている、トミー役を演じるのは早乙女太一さんです。ミュージシャンの役どころなのですでに楽器の稽古に苦戦しておりますが、なんとか頑張りたいと思っています。激動の時代を必死に生きるミュージシャンを誠心誠意務めたいと思いますとのコメントでした。どういった楽器なんですかね。ジャズがテーマになっているということから、そういったジャズに使われる楽器なんでしょうね。はい、はい、続いてジャズ喫茶の支配人兼バーテンダーの小暮洋介役を演じるのは近藤義正さんです。朝ドラは夏空以来、今回の役柄がジャズ喫茶店のマスターだとか、夏空では老舗カリー屋のギャルソン、役柄が似ていますね。こだわりが強い癖のある役でした。さてさて、今回いただいている台本ですとそんなには癖はないんです。出しゃばることなく控えめにジャズ喫茶のマスターを演じられれば、出ているかどうかわからないような存在になれば最高ですとのコメントでした。はい、これは本当なんか名バイプレイヤーという感じのコメントですね。はい、今回は第8週第39話からおそらく2代目ヒロインルイを描いた第2章大阪編が始まるようですので、それを受けて大阪編で新たに登場する人物を演じる俳優さんの方々のコメントの方を抜粋して紹介してきました。役名でですね、通称というのが結構多いですよね。そういった通称で呼び合う仲間というのは朝ドラでは今まであまりなかったシチュエーションなので、その辺も楽しみかなと思います。そしてジャズを嫌いだったはずのルイがまたなぜジャズを愛するようになるのかも注目して見ていきたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録コメントもしていただき非常に励みになっております。今後ともよろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。小北さんでした。